フレキシティフレキシティ、クラシックフレキシティクラシックはドイツに本社を置く鉄道車両メーカーのボンバルディアトランスポーテーションが手掛ける路面電車車両。車内の大部分がバリアフリーに対応した低床構造になっている部分超低床電車である。1990年代以降各地の鉄道車両メーカーを買収する形で ヨーロッパの鉄道市場に参入したボンバルディアは、買収元の各メーカーが展開、もしくは設計していた、超低小電車ブランドを引き継ぎ、ヨーロッパ各地の路面電車事業者へ導入していた。その中で1997年、ドイツカッセルで路面電車を運営するカッセル交通株式会社、カッセル地域鉄道有限会社からの受注に際し、1998年に買収した。 ドイツワゴンバウが設計していた、超低床電車である LF2000 を元にした8、NGTW 型を製造することとなった。これが後にフレキシティクラシックというブランド名となった車両の第1号である。従来の超低床電車は、車軸がない左右独立式台車をはじめとした高度な技術が用いられたことから価格が高騰し、 それに起因する不具合が多数報告される事態も起きていた。それに対し、フレキシティクラシックは回転軸や車軸を用いた動力台車など従来の路面電車車両に使われていた技術を導入することで安価での購入が可能となったほか、走行時の信頼性や線路の摩耗現象などの効果も得られている。また、付随台車についても、 車軸を用いた小景ボギー台車が使われている。一方で、動力台車が設置された箇所は床上高さが高くなっているため、フレキシティクラシックは車内に高床構造の箇所やステップが存在する部分調停小電車となっている。車体外反はステンレス鋼、車体枠は普通鋼で製造されており、顧客からの要望に応じて繊維強化プラスチックを用いることも可能である。 設計には、モジュール構造が採用されており、編成や、車体の幅も、顧客の条件に応じて自由に選択することができる。前日の通り、フレキシティクラシックは、ドイツの路面電車向きに開発された車種だが、ポーランドのクラクフ、スウェーデンのストックホルムや、ヨーテボリオーストラリアのアデレードなど、ドイツ国外で、路面電車を運営する事業者からの発注も、多数行われている。 フレキシティクラシックが導入された、もしくは導入される、予定の路面電車は以下の通り。形式名は各都市によって異なるが、そのうち NGT は定常連接式路面電車の略称で、その後に続く番号は車軸数を意味する。ありがとうございます。